ショッピングザパラレルワールドオーケストラでボーカルの春です。ダウンジュンジュンです。ダウンミズキです。ベースのメイです。ドラムのカンダです。というわけで、はい、毎日更新、今日も頑張っていきましょう。本日が1月6日ということでですね、はい、新年も明けまして、約1週間ぐらい、はい、毎日更新が続いてるわけなんですけれども、はい、いかがですか。いやね、いいですね。まあ楽しんでもらえてたら何よりです。メイクいかがですか。いや、楽しんでもらえてたらいいですね。感謝ですよ。感謝いかがですか。まあ楽しんでもらえたら、はい、いいですね。ゆうちゃん、いかがですか。まあ、全部見てほしいです。そうですね、はい、まあ、今ちょうどね、なんとですか、なんとですね、これはもうなんとでいいんじゃないですか。なんとですね、明日新しいシングルが発売になります。はい、ありがとうございます。やだハッピードッグデイズというニューシングルでしてね、とってもいいシングルになってると思うんで、はい、ぜひこちらの方も DV も含めてね、楽しんでいただければなと思っている次第なんですけれど、もう、はい、そんなフラゲ日、今日、うん、明日発売やからね、今日はフラゲ日からロック入門音源集犬のすすめというですね、音源ががっつり配布されております、はい、そちらがですね、最新シングルの視聴から、はい、メンバーのラジオコメンタリー、はい、さらに、ドックのライブの定番曲がですね、うん、つるっと入っているのと、さらにですね、総額100万円が当たるお年玉企画、犬ジャンボ宝くじ付きのおあれやこれやが、うん、全国の CD ショップと、ドックが出演するライブハウスで、はい、バンバンと3万枚配られるそうです。おー、そいつはすごい。3万枚配られるそうです。なんでですね、こちらの方に多分今出てる、出てる、どこでやるよって出てるからね、これみんな楽しみにしてほしいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。そしてさらにはですね、1月の4日に、告知会期になりましたロック2020年ファーストツアーワンコーパーティーデラックスのチケット選考を絶賛、携帯サイトで行っております。タイトルがいいですね、ワンコーパーティーデラックス、10周年を終えてロックインザパラレルワールドオーケストラが11周年一発目に話すツアーワンコーパーティーということです。タイトルがえぐいのね、全国お回りますので、皆さんぜひ春先はライブに集まってもらえたらなと思ってます。よろしくお願いします。というわけで本日はおみんな俺たちが、ミュージシャンだっていうことね。本当だよ、お届けしてね、ガチ触ってないから。というわけで今日は、我々はプロのミュージシャンなので、スタジオに行ってですね、演奏したい。ただ普通に演奏しても面白くないと思う。そうだね。なので第1回チキチキプロのミュージシャンなら自分たちの楽曲ちょっと早送りになってでも叩けるんじゃないんでしょうかっていう、よくバンド系の YouTuber の人たちがやってるやつをやります。よくあるやつ、よくあるやつやります。というわけでですね、早速告知も済みましたので、スタジオの方にジャンプイングしてみたいと思います。それではいいですか皆さん、飛びますよ、せーの、はい、というわけでスタジオにやってまいりました。いらっしゃいませ。というわけで、今日はですね、みんなさっきと服が違う、まあそういうこともあるよね、いろんなことがあるんだね、はい、というわけで、今日はやっていきます。プロのバンドマンなら、自分たちの曲を倍速でも速くなってても叩けるし弾けるし歌えるんじゃないかテスト。これあのバンド系の YouTuber とか、やってて面白そうだなと思うので、やってみたいなと思うんですけれども、やってみたい、はい、お題の曲はパルシオンキャンディ、パルシオンキャンディです。いいですか皆さん、ご準備の方は、代表曲、代表曲、まずは早くします。はい、どれぐらい早いのかは、流れてみないと分かりません。1倍速ぐらい、それでは、ハルシオンキャンディー倍速いくぞWe'll be right back.
ゲームが歪んだ誰もなることじゃない僕を見たそんな簡単に終わる空気の世界が真ん中で苦しくなったら捨てたら僕君の同じだから本当に気にしないで僕なら飛び降り自由さ僕は手と共に自由自由だシャドウ破られるあれもあったからブラキ行こうぜカルシモザに自分に甘いから100点あげちゃう。ハルさんだ。ハルさん。はい、というわけでできたよ。早くするのは。じゃあもう一回。はい、今度は遅くするのもやってみよう、うん。できるかもしれないし、なんか新しい発見あるかもしれないから。おうね。遅いのって難しいから難しいね。そうなん。息切れめっちゃきつかった。じゃあ。行ってみよう。もう一曲ね。行くよみんな。準備大丈夫ですか？はい、それでは盛り上がっていくぞ。結論、はい、原曲のままが一番かっこいい。そうだ、これね、あれです、あのカラオケとかで、うん、テンポを下げて歌うとね、あのみんな同じ経験が、ね、テンポを上げたり下げたりすると同じ体験ができますので、
ぜひやってみてください。遊んでみてください。それではまた明日お会いしましょう。以上、トンクインザワイワールドオーケストラでした。バイバーイ。